汚くなりますよ。いや、ほんとね。ハロー。あれミスター菊池、ミスタークロッセ、ハロー。ハロー。ハロー。ずいぶんじゃないですか、英語で。ああ、なんかは、やっぱ、ネイティブに聞こえました？思いっきりカタカナのハロー。ハとロー。いやいやいや、僕はね、言うてもアメリカ帰りですから。そこですよ。確かに。はい。ネイティブなんです、ネイティブ。今のハローですか？はい。思いっきりハとローだったけどな。いやいやいや。無事なんだ、俺ね。いやー。言ってないですよね。あんまりそのアメリカどうだったかを聞いてないの。ノー。ノー。ノーシャラップじゃなくて、ね、いやいやいや、もうね、皆さんに会いたかったですよ。あれ、ね、ちょいってどうだったのかをね、はい、聞きたいんですけど、ね、聞きたいんですよ。いやもうですね、昨年に引き続きね、はい、まあ、今年も行ってきたわけですよ。いや、いいじゃないですか。1年ぶりっていうことですね。1年ぶりに行きました、はい、だって見ましたよ、インスタで。はい、いやすごいですよね。裸足ダメとか。そうなんです。あの、ピストルダメみたいな、あの、当たり前のことを書いてるんですよ。まあ、私ね、観光客が泊まるようなところには泊まっておりませんので、もう普通の、あの、方々、アメリカの方々がね、あの、泊まるようなところに泊まってたんですよ。よくほら、よくほら、なんか2階建てのアパートメントみたいので、よく玄関の先に椅子を置いてて、よく外人さんが座ってるようなところ。もうそういうとこ泊まってたんですけど、すごいな。まあね、うん、びっくりすることばっかりですよ、はあ、まず冷蔵庫がなかったんですよ。え、部屋入ったらね、うん、あれ、うん、冷蔵庫ねえなーなんか思って、うん、それでちょっと聞いてみたら、うん、風呂の桶みたいのあって、うん、風呂の桶、うん、要はそれがアイスボックスっていうか、その中に氷入れて飲み物を冷やせた。あ、そう、冷やかしゃん。はい。キャンプじゃないですか。すごいね。いや、だからそれか、スタンダードだったりするんですよ。へぇ、水がね、300円とか。そうですよ。そっか。それでね、鉄格子の自動販売機で、水買ったら、水飲まれて、出てこなかったっていう。結果、2本買ったから、1本で600円払ってますから。ですね、ひどい。それでね、日本がいいですね。いや、ほんとね、それで何、ホテルもガラス越しにしか喋んないんですよ。だから、治安がいいところ悪いところってコンビニに、うん、あのがオープンか、うん、あのガラスで、うん、要はあの仕切られてるか、うん、そういうので分かるわけですよ。へ、じゃあもうしっかり仕切られてるとこはこの辺治安悪いんだなっていう。あ、そうそう、うん、それでね、あの、ウーバーイーツってあるじゃないですか、うん、日本でも、うん、向こうでウーバーっつったらタクシーなんですよ。要は日本でいう白タクなんですよね。だからそういう、アプリでウーバーっていうのを頼むと、そのタクシーなんですよ。だから、私どももね、うん、あの朝レンタカー借りに行くのに、ホテルからレンタカーの間ウーバーっていうのを頼んだんですよ、うん、そしたらあのフルスモークのラップ全開の違うんですね。心の変わり場ですよ、はい、黒人の男性が、ね、あれできたらホテルに乗りつけて、うん、めっちゃ飛ばすんですよ。はい、それでね、アプリで頼むんで、お金のやり取りはないんですよ。最初にアプリでお金払っていくらってもう出るんで、うん、こっからここまでいくらですみたいな、うん、それで、チップ1ドル3ドル5ドルとか決まってて、うんうん、ね、それを、要は、点数がいいと多めに上げるみたいな。ああ、そっか、チップ文化ですもんね。そう、それでね、だからそれぐらいで、あのね、チップって、最悪なのがね、領収書出ないでしょ。うん、ね、だから領収書に出ないお金がめっちゃ飛ぶんですよ。だいたい 10% から 20% 渡さなきゃいけないんで。チップもね。はい。でもね、結果、私、思ったんですよ。はい、日本が一番急所あります。あ、そうですか。はい、そうなんでしょうね。今回も、はい、あっちこっち行きましたけど、結果変えたのは、うん、向こうのバイヤーさん、うん、要は向こうのいろんなところから集めてる大手の業者さんが、うん、要は日本とかヨーロッパとかいろんなところに向けて輸出するバイクを集めてるんですよ、うん、そこに行かないとやっぱ変えなかったですね、はい、はい、それでね、結局日本ってそういう部品の流通とかもしっかりしてるんで、はい、やっぱ仕上げてるんですよ、うん、
それで向こうのね、そのマニアの人のとこ行きましたけど、うん、結果ね、やっぱあの向こうにとってはヴィンテージの外車だから、うん、高いんですよ、言うことも。だから私ね、今回ちょっと YouTube 撮らせていただいたのは、はい、もう日本ではね、もうない風景、はい、要は本当のオートバイの解体屋さん、そこの動画を今回撮ってきたと。あ、すごいなそれ、はい、これはね、本当もう、中学校の校庭が4個分ぐらいあるんですよ。もっとあったかな。でも置いてあるんですか、ずらーっと。もうブワー置いてあるんですよ。へー、マジで見切れないんですね。いや、マジで。それでその日38度あったんで、ね、私53歳汗ダクダクでその荒野をただただ歩くという、面白そう、ね、はい、地獄のようなね動画なんで。いや、見たいな、面白そう、はい、面白いよですからね。ちょっとこれはあの本当ね、日本じゃまず見れないね、うん、風景ですから、うんうん、ぜひ見ていただいてね。はい、ちょっと見たね、はい、どうぞ、うん、というわけでね、はい、この後その動画に行かせていただきます。あ、なるほど、ね、いいじゃない、そのまま行くってことですね。そうです、いいじゃないですか。はい、じゃあね、黒瀬君、はい、来年は僕の代わりに行ってください。いいいい、もう立ち尽くすと終わりますどれが何かわかんない。本日から旧車の買い付けでアメリカに来ています。アメリカのね、西海岸の玄関口、LX のね、空港に来ています。これから、ジャンクヤードとかフリマとか、あとね、バイヤーさんのもとにオートバイをね、買いに行きたいと思っております。ね、しかしながらね、オートバイはね、オートバイを売ってくれるバイヤーさん、お店の名前とか、そこのスタッフさんとかね、紹介できないんで、動画には出せないかもしれないですけど、まあ、ジャンキヤードとかね、そういう皆さんが普段あまりお目にかからないようなところはどんどん紹介していきたいと思っております。アメリカに来てようやくね、夢が叶ったというか、もう日本にはね、なくなったと言われるオートバイのジャンクヤードに来ました。今日はね、もう気温がね30度超えてて、日中は38度ぐらいになるんじゃないかっていう話です。とりあえずね、日焼け止め持って今からね、部品漁っていこうと思ってます。それじゃあちょっと探してみます。もうね、あまりにも広いんで、とりあえずね、キズさんと二手に分かれて探しております。もうね、とにかくでかいんですよ。だけどね、やっぱりアメリカもこういう旧車が高くなってもう何十年って経つんで、日本のバイヤーさんとかいろんなところのバイヤーさんが買い付けに来てて、基本もう車体はね、ほとんどないですね。あってもほんとボロボロだから、今日来たのはとりあえずは、あ、これマッハだな。とりあえずは今日は部品ね、いろいろ外装とかシートとかそういうのをね、手に入れられればいいかなと思ってるんですけど、車体はね、あるはあるんだけど、
もう外に出せないんですよね。もう奥の方にあるやつなんてもう本当にね、人が入ってるのも大変なぐらいなんで。あ、いやフォークとか結構ありますよ。うん、 RD とかね、ヤマハが多いな。一応ね、川崎、鈴木、ホンダ、ヤマハで分けられてはいるみたいなんですけどね。いやー、ほんとこんなところはもう日本にはないから、見ててねテンションはめちゃくちゃ上がりますけど、すっげー暑いっす。なんかいいね、こういう自撮り棒みたいので撮るのも初めてのことですけど。いや、それではね、ちょっと撮りながら、じゃ部品が漁れないんで、ちょっと撮影を一時中断して本格的に部品を漁っていきます。もう今ね、こういうジャンクヤード、あ、早速ね、ホークのキャブじゃないですか、これは。ホークのキャブだね。そして、Z の、KZ900 のタンク。わー、いきなりこんなの落ちてるの、幸先いいな。あ、ここにもあんな。これザッパーだな。これは新国運行きですね。いやー、これどっから手つけていいんだろう。これ CB だね。シモニーとかのキャブだね。うわー、これは全部タンクと、これ上の方に、あ、これホークじゃん。夜間？それとも CM かな。ちょっとここも要チェックですね。この上は後ほどチェック。これもザッパーだな。慎吾くんがオールペンしたいって言ってたんでね、ザッパーのサイドカバーとかもあったらラッキーですけど。あれ、これは何だろう。あ、ここら辺は LTD だな。あ、これ3パン4だね。あ、GP。でもベコベコだな。これはね、夜間タンクに似てるけど多分夜間じゃないんだよな。ここのね、ベロのところが違うんで夜間もどきですね。多分ね、これえぐりの後のタンクだろうね。ライン残ってて、うん、オレンジだしね。多分これ71年とかのマッハでしょ。うわぁ、すげえ、どっから手つけていいのか分かんないな。エンジンも無数にあるな。いや、こんなとこもう1日3日4日入れるよ。エンジンめちゃくちゃあるな。あ、これ J のエンジンだ。これは何だろう、鈴木？あ、三八だ。いやー、ラッキー、三八あった。キズさん、めちゃくちゃあります。フォークのタンクもあるけども、ベッコベコだね。見て、この GP のタンクもベッコベコ。この下にもめちゃくちゃあるな。とりあえずこの F のタンク。あ、これは綺麗っぽいな。
BGM っすね。ああやってね、今勝たしてるみたいですね。これは GS の554気筒だね。あ、マジェスティ、してる割には中にまだ入れてるしな。わあすげえなこれ。アメリカじゃ珍しいね。7半刀っすね。1100かな。あとこっちもすごいあるな。でもここ真っ暗なんですよね。4フォアじゃねえな。あーそこに 400N あるね。わホークは無数にあるな。あこれは Z 系、こっちはとなると川崎なんだな。いやでもこっちはホーク CB 系のホイールもあるし、あ忍者。いやちょっと落ち着いて見ないと、解体屋なんてめったに来ないからすげえテンション上がっちゃってるな。あホーク2、核タンク発見。うわべっこべこだなこりゃ。あこれ山積みにされちゃってるから下の方のタンクを掘るのは大変ですな。 GP すっげえある。うわこっちも単車の山山山ですね。これねもうマジで本当場所がもうヤードの大きさがね尋常じゃなすぎて、もうどこを探していいか全く分かんないんですよ。いやー何があんの、わこれどういう経緯でこんなバラしてんのかな。あ、ペキジェだ。あ、違うな、ペキジェじゃねえな、G6 だな。わ、ここはキャブの墓場ですね。ホークのキャブとかすげえある。ホークのキャブはあるけど、これって本当にホークなのかな。フォークだろうけど雨ざらしだもんな。うわすげえ、めちゃくちゃある。へえ、これ川崎系とかめちゃくちゃあるけど何あるんだかさっぱりわかんないな。今ね気温38度あるんですよ。そしてこの小屋の中に入るとむちゃくちゃ暑くて、ほんとね、気持ちが折れそうになるんですよね。ていうか、ね、気持ちが折れそうっていうより、テンションはめちゃくちゃ上がってるんだけど、こういうお宝がむちゃくちゃあるから。だけどね、体がついていかないっていうの、多分はね、めちゃくちゃあるっすよ。何のキャブだかわかんねえんだよな。ほぼ国産車ですけどね。すっごい暑い。
テールカウルだけだけど FX ですね。 KZ550 かな。あ、割れてんじゃんテールカウル。ここはエンジンだな。何のヘッドだ、何だろうこの短気筒のエンジン。短気筒のシリンダーだらけだ。てかなんでこんなバラしたんだろうな。一生売り物になんないエンジンだけど。分かる人が見たらもうすげえエンジンなんだろうけど、これちょっと俺の得意な年代ではないね。フォークのエンジンのカバーはいっぱいあるな。こういうのね、これだけでもやっぱ違うから。ほらたくさんあるよ。あ、ここ全部フォークだね。綺麗だな。誰か水飲んでんな。コーラの何のエンジンだろう。ホーク2ね、 CB400TE のねエンジンのアッセンブリ、キックちゃんと降りるやつもあるけど、こっから出して向こう持ってくなんてもう53の俺には無理だな。わあ、これもったいないな。あ、ていうかこれもバグじゃん。こっちにあるんだから。あ、ここもバグじゃん。ここはね、部品をバラバラにしてるみたいで、一応ホンダとか全部分かれてますね。だけどとにかく暗いな。あ、4歩は新しいと探すのは至難の技だ。いや、エアコンがねないからめちゃくちゃ暑いですよね。当然のことながらマジで暑い。これは川崎とかね、すっごい数のシート。ホンダ、いや、結局このね奥にバイクがあっても結局ね出せないんですよね。さっきからねGS とか4フォアとかそこら辺のねボロボロのは結構あるんだけど、もうね奥に入ってるやつは基本出せないと。だから部品だけは売ってくれるみたいな感じなんですよね。FX のね2型3型とかザッパー系は多いですね。これもザッパーかな。違うな、これはステップが違うな。あ、 GP は昔の解体屋だな本当に。 GP がね無造作に不手であるとか。わあ、すごいよ。あ、こっちもすごい。わあ、こっちはこっちですげえことになってんな。本当のジャンクヤード。わあ、昔みたい、懐かしいなこれ。こういう風景、昔はね神奈川でも何箇所かねこういうジャンクヤードがあったっすよ。KZ550 が2台。
ちゃ部品取られてんだ。あ、これはポイントのやつだね。うん、これもね、日本に持って帰れば欠品も外装とメーターぐらいだから生き返るんだけどね。まあちょっと出せないですね。あ、エフェクトなんか発見。わあ、もったいない。あ、これもエフェクトだ。うわ、べっこりいってますな。エフェクトというか、まあ、KZ550 は意外とありますけど、に、あ、そこにもある。あ、KZ550 は多いけどな。もうホイールとか何にもねえもんな。あそこにもタンクベコベコになってるし。なんだ、あ、これ350だから、バイス、あれかな、ビッグホーンってやつかな。なんだろうこれ。あそこにも FX ある。皆さんはね、このね、あ、そこにも FX ある。この草むらを見て何が FX なのか分かんないと思うんだけど、ほんとね、昔のね、昭和の解体屋だね。うん、ほんと昭和。でもアメリカでもね、こういうジャンクヤードってもうほんとになくなってるみたいで。あ、あれ ZGP だな。このピストン誰が買うんだろう。いや、確かにすげえ量だけど、これマジで。一生外に出ることない気がすんな。これマジで一人でやるのは絶対無理だよ。疲労困憊でございます。とりあえずですね、 Z1 のエンジンもあったんですけど、シリンダーがね1015だったんで買うのをやめました。そしてね、刀とか三八とかね、あとね、この前動画で言った買っちゃいけないエンジン、ホークマン、これのエンジンもあったんでね、買っちゃいました。そしてホークの卵の、エンジンカバン。そしてね、何が珍しかったかというと、これですね。CBX のホイールじゃないんですよ。VF のホイールで、ワイドタイプね。これ CBX に使いますから。というわけで、もうね、疲労困憊です。今からホテルに入ってシャワーに浴びて、もう寝ようと思ってます。めちゃくちゃ疲れました。今日ね、帰宅なんだけど、もうね、キズさんにずっと頼りっぱなしだったんで、英語が全くわからん。いやー、ほんとね、英語だけはね、毎回ね、こうやって外国に行くたんびに思うんだけど、めちゃくちゃ勉強すればよかったと思うな。語学力が増えれば、そんだけいろんな人との触れ合いもね、増えると。そうすれば自分の人生がさらに、豊かになると、ね、53歳、私今になって本当反省の日々でございます。搭乗口157ありました。なんとなくね、うまくいっちゃうもんですね。よかったよかった。それでは羽田に11時間の旅ですね。いや、本当アメリカ楽しかった。うん、キズさんがね、いたことがね、一番のあれでしたけど、1年ぶりに会ったね、
友達とか、あとスワップミート行った時とかね、めっちゃ声かけられて嬉しかったですね。なんかね、アメリカにもね、それ声かけてくれる人がいると、なんか友達がいるみたいで嬉しいです。まあね、これからも面白い動画作っていきますんで、皆さん応援よろしくお願いします。いや、ほんとね、めちゃくちゃ面白かったのが、いや、キズさん、普通に、まあ、ある程度英語喋れるんですけど、ね、全然違うもん出てきたりするんですよ。それでも、はい、全然俺たちは違うもん頼んでるのに、うん、水が出てきたの。なんかわざとしてるんじゃないですか。いや、それで分かりそうなもんだろうっていうね、うん、タコス食べに行った時に、うん、なぜかね、俺たちスープって頼んでんのに、うん、全然違うの出てきたり、ね、はい、歩み寄らないですよね、客と従業員がマジ対等みたいな、うんうん、だからレジとかでもね、めっちゃ腕組んでるね、女の人が、うん、NEXT!はい次、はい次みたいな、うん、日本っていうのはもう最高だと思いますよ、そういう意味でね、サービス、はい、それは外国の人日本に来ますよ、うん、当たり前のことですから、本当に、あんな、こんないい人たちいねえんじゃねえかと思いますけどね。そうですね、うん、確かに、はい、物は安い、街は綺麗、食い物うまい、何にも嫌なとこないですよ。日本が一番良かったと痛感したアメリカ旅行そうです、そうです。日本の良さを噛み締めたと。噛み締めた。もうね、うん、私もね、もう53歳、ちょっと気力、体力の限界を超えたんで。あ、私は富士。福ちゃん、そういうのよ。そういうの、うん、そういうの欲しかったの。もう来年はちょっと行けないかなと。もうね、結局時差が、昼夜逆転しちゃうんですよ。そうだから昨日も全然寝てなかったですよね、はい、夜中の2時に LINE 来てた、はい、本当にショートスリーパーになっちゃって、それでアメリカ国内でも時差があるんで、うん、ああそうですね、そっか、はい、移動したところによってまた時間が、そう、それで向こうアメリカ国内で時差があって、でまた戻ってきて時差があるじゃないですか、意味わかんないですよ、ね、ああそうか、わかんないですね、はい、わけわかんなくなっちゃうのか、そうだからもう本当3時間寝たらパッと起きちゃったり、だからね、ちょっと体をおかしくしますよ、はい、染みついちゃってね、それがね、本当ですよ、ゆっくり休みましょうと、本当ですよ、そうです、